はい、皆さんこんにちは。夏からダウが上昇する、この CPI のですね、昨日出まして、でそれのアップデートをしていきたいと思います。この結論がますます、補強されましたね。昨日の夜出たんですけど、報道で、皆さん注目、一番今 CPI 大事ですからね。それで米総合 CPI を見ていきます。それで前月比の今回はですね、もっと精密に計算します。前月比の NSA ノットシーズンアジャストのですね、これの12ヶ月分をかけていけば、昨対の前年比ですね、対前年比の、総合 CPI になりますと、ね、かける12ヶ月で昨対と。でこれを取りますとですね、これが昨日の一番新しい数字ですね。0.33。この数字は、ノットシーズンアジャストだから、皆さん、一般のマスコミには出てこない、ちょっと上級者向けの数字なんですね。で、これをずっと遡っていって、12ヶ月分やればいいんです。そうすると、5.0% です。これ、Excel とかで計算するとすぐ出てきます。で、このですね、前私が言いました、過去12ヶ月とか11ヶ月とかがものすごい高い数字が出てるから、それが今後は剥落していきますと。剥落していきます。12ヶ月前の 0.56、 1.1、 1.37 だから、このあたりがめちゃくちゃ 大物がいるんですね。大物がいるから、これが、ね、向こう3ヶ月で剥落していきます。剥落していきます。そうすると、例えばですね、じゃあ向こう3ヶ月が 0.33、 昨日の出た 0.33 と同じペースでね、同じペースで3ヶ月進むと仮定すると、12ヶ月かけたら 2.8% になります。これもう信じられない数字。これが7月に出てくるんです。7月の15日頃にこの 2.8 っていう数字が出てくる可能性が十分にあります。この 0.33 でいけばですよね。ただし、そのよく言われているように、今 WTI がちょっと上がり始めている。今最近最新のベースで83ドルぐらいまでになってるから、ちょっとガソリン価格とかが上がってくる可能性があるんで、もしかしたらこれは 0.33 じゃなくて 0.5 とかね、なる可能性がありますけど、それでも 3.何%ぐらいになってきます。で、私がちょっとね、もう極端に言うと、近々これデフレになっていくんじゃないか、もうそれぐらいの、これ一部ね、こういうふうな予測をしている人もいるんですけど、少数派ですけどね、デフレになっていくんじゃないかぐらいの勢いです、これ。ね。ただ、マスコミを見ると、その、いろいろな数字の中の強い部分だけを取り上げてですね、まだまだインフレはしつこい、高い、高止まりしているとかね、いう、ふうに言って、恐怖を煽っているんですけど、実際はそんなことはないんですね。で、要は、インフレが急低下していくから、金利を下げる必要が出てくるから、ダウが上昇しますという、これは簡単な図式。ただ、これを言うと、必ず4つの反論が出てきます、大体。だから僕、あらかじめもうこの4つの反論まとめました、今回。1つ、景気後退するんでしょ。ね、これを言う人が多い。景気後退するんでしょ。今シリコンバンク、SVB ね、 SVB とかがシグネチャーとかね、いろいろ破綻しているじゃないか。実際問題、今貸し渋りも起き始めているというニュースもあるから、景気後退が来るんじゃないかっていう、だからダウは下がりますよ、この話がよく言われるんですね。ただこれは一言で言うと、打つ手がたくさんあります。打つ手たくさんあります。今度、5月 FOMC で25ベーシス言われてますよね。そしたら FF 金利が 5.25 になります。で、これは逆に言うと、0% まで下げることができるんです。だから、景気後退を万が一したとしても、万が一ってもうちょっと確率は高いですけど、したとしても、この打つ手がめちゃくちゃあります。金融 5.250、 場合によったらマイナス金利まで下げることもできますから、打つ手がめちゃくちゃあります。そして今量的引き締めをやっている、タイトニングをやっているのをイージングに変える、 QE をまたやればいいんですよ。簡単に言うと QE をやればいいんです。で、
とは FRB がその流動性を供給していけばいい。要は金融緩和をできる余地がめちゃくちゃあるんですよ。逆に言うとこれだけ引き締めたもんだから、逆に言うと打つ手がめちゃくちゃ手持ちカードが多いわけです。そしたら当然景気後退はすぐに収まります。それを証拠にコロナの2020年株価がドンと下がったけど、もうすぐに上がりましたね。あるいはもう流動性供給で一気に上がりました。はい。ただし瀬野さん待ってくれと、そしたらまたインフレが再発するんでしょっていう人がいますね。インフレ再発する、ただしこれはねそんなにしないです。今回はなんでこの前2020年にインフレがどんどん爆発的になったかというと、供給がもう追いつかなかったわけです。供給が追いつかなくて半導体もないしね、食料も戦争とかで小麦が入ってこないとか、あとその自動車もなんかもうあの供給のサプライチェーンが大混乱しているね。あの上海の周辺の中小の町工場が全部もうコロナでね、自主隔離してるから、自宅に隔離してるから工員が出てこない、そういう問題があってサプライチェーンがあったんですけど、今はどうなってるかというと、もうアルファードの納期はどんどん早いです。今はだいぶ早くなりました。そして日本郵船なんかがアメリカ西海岸にコンテナ船、あれもガラガラです。ガラガラすぎてもう船を減便し始めてる。前だったら月に2回西海岸向けが行くのが今月1回にしてるとかね、もうそういうんでガラガラなんですよ。つまりサプライチェーンが正常化してしまったもんで、今後はですねインフレがなかなか起きにくい。それからもう一つよく言うのがですね、まあこれはちょっと上級者向けだけど、FRB の資産が今ジャブジャブで増えてるから、これから引き締めていくんでしょうと、引き締めていったらダウは下がりますよねっていう、その FRB のアセットの量が多いほど市場に流動性が供給されてるんだけど、それが流動性が引き締められていくんだったらダウが元栓が閉まっていくんだったらダウも下がりますよねってよく言います。これよく言います。ちょっと下手に中級者以上の YouTuber とかがこれ言うんですよ。でもね、それは違います。ね。資産は減らないんですよ。FRB の資産減ってません。あのね、その20年チャート見てください。リーマンの後、流動性供給しましたよね。そしたらある段階で、まず2013年ぐらいからね、まあ日本で言ったらちょうど安倍政権ね、出てきたあたりから、世界の景気って上がっていったんです。まあ株価上がっていったんですよ。じゃあ、もう引き締めに入っていいだろうと思ったけど、その FRB のこのアセットのグラフを見ると、全く下がってない。よくて横ばいなんです。横ばい。で、2017年、8年ぐらいにパウエルさんが引き締めをやり始めたんだけど、結局、18年ぐらいから軽いリセッションが起こっちゃって、またホワイトハウスとかから圧力がかかるから、結局は量的引き締めが中途半端になって、それでコロナになっちゃったんです。そしたらまたもっと増えたんですね。つまり、FRB の資産は減りません。はい。で、3つ目。これもよく言う。これは、まあ、中級者ぐらいの人がよく言うんですけど、逆イールドの出てるから、ジンクスでね、下がりますと。逆イールドになったら必ず景気後退してるんだって言うんだけど、それは標本が6つしかないんですよ。1970年代以降の標本を大体出してくるんだけど、標本が6つしかない。ね。サイコロが3回連続1が出たから次も1が出るみたいになる。もうこれは全く妥当性がない。で、もしそれを100個認めるとしても、このそのですね、全部その6つの標本を見ても、リセッションの深さがバラバラであると。リセッションの深さがバラバラです。例えばリーマンショックみたいな100年に一度級のリセッションもリセッションで1でカウントしてるけど、2020年のコロナの時、あれもう株すぐ戻ったんですよ。あれでもリセッションで一つカウントしてます。というふうにですね、何でもかんでも一つとしてカウントしてるんで、じゃあ今回、もしこのジンクスが当たってきたとしても、それ2ヶ月で終わりましたけどっていう、可能性って十分あるんですよ。はい、これも。あと一つ、これも上級者が言いますけど、商業用不動産が暴落するんでしょう。
ウォール街とかニューヨークの、ね、マンハッタンとかの、実際問題、空室率が増えてる、ね、空室率が増えてるって言うんだけど、それはね、今に始まったことじゃないし、例えばその空室率が増えて、要はマンハッタンに建っている、まあ、ビルがね安くなるとすると、それは欲しい人が出てきますよ、当然。なんでかというと、そもそも FRB の資産は今グラフを見たら分かる通り史上最高値、そのめちゃくちゃアセットが多いわけだから、引き締めてるとか言っても結局はあの前 の, ウィンあのディスカウントウィンドウとかで結局は流動性を供給してるから、まあ言えばお金はもうジャブジャブ余ってるわけです。ちょっとね、ビルで不動産が安くなったら買ってきますよ、そら。だから商業用不動産が暴落するとはとても思えない。これ何を根拠にそんなことを言ってるのか、空室率がちょっと高くなったぐらいの話なんです。だからじゃあ実際問題ね、オフィスの家賃をちょっと私もね、ニューヨークのオフィスの家賃のグラフをちょっとそのデータ持ってないんだけど、そもそも中古住宅のね、価格というのはもう史上最高値になってますね。で、まあオフィスというのはそのレジデンスとちょっと違いますけど、これはね、まあだからこの4つあるうち、まあ100歩譲って認められるのはこれぐらいなんですね。あえて認めるとしてもここぐらいで、まあこの3つはですね、あんまり妥当性がないと思ってます、私はね。打つ手がたくさんあるんですよ、これぐらいあるという。まあそんなことよりこれです。この数字を見る限りもうね 2.8% ぐらい私の試算でいくと 0.33 ね、昨日のあれを見るとね、前月比で何がぶり返してるかというとね、はっきり言ってもう何もないんですよ。一番キーとなっているシェルターも 0.8 から 0.6 に下がったでしょ。これが大きいんです。それからね、あと何が目立ったかな、航空チケットなんかはちょっとまだ高いですよね。あとメディカルケアのやつとか、あとね、車の自動車のモーターインシュランスという車の保険ですよね。こういうのもちょっと高かったですね。そういうのはいくつかあるんだけど、おしなめてみるとやっぱりもう減速してきてますね。減速してきてますから、この向こう3ヶ月だから5月6月7月ですよね。だいたい CPI というのは15日に出てくるから、5月15、6月15、7月15に出てくるのはだいたいまあ 0.33、 これ NSA ですけどね、 0.33 で出てくるからこれになっていきますよ。ただしちょっと釈明しとくと、これ以降は逆に言うとスティッキーです、かなりね。これ以降はまあ言えばこれぐらいの数字が続いていくことになります、あとはずっと。だから 2.8 まで下がったら、そっからの下がり方というのは遅くなるんです、逆に言うと。あとはそのコアで見ると割とこれより高いですしね、だからここまで下がった後、あとはちょっとずつ下がっていく感じになるから。だけど FRB がそもそも昔から目指している 2% というものを定常的に超えていく、でちょっと超える、だから 2.4 とか 2.5 とかって言ったら、これは巡航速度として望ましいわけでしょ。 2.0 ジャストにはなりませんからね、なかなか 2.4、2.5 で推移するってことは、そして失業率がまあ 4% 前後に収まっていれば、これは FRB としては望ましいわけですよね。ということで、その望ましい状況にどんどんこれから戻っていきますということで、株は今年後半から上がっていくと思います。